しいおまんじゅうはいかがですか。ほっぺたが落ちるほどの絶品ですよ。何、まんじゅうだと。ところで俺の嫌いなものを知っているか。よくわかったな。そうだ、俺はまんじゅうが嫌いだ。俺はまんじゅうが嫌いなんだ。大量のまんじゅうを家に投げ込まれでもしたら卒倒してしまうに違いない。ご苦労。さあ、一緒に嫌いなまんじゅうを美味しく片付けようか。